1786年頃のウィッチ・チャーチイコール・オン・テムズとパンボーンの間のテムズ側にあったフラッシュロックのスケッチ。席を越えて端木を巻き上げる方法を示している。ステンズ・アポン・テムズより上流のテムズ側でフラッシュロックはありあふれたものであった。初期の校門ではフラッシュロックと呼ばれる単一の水門が用いられた。ヨーロッパではローマ時代の文献で フラッシュロックに言及したものがある。ハーレーの近くに残るキャプスタンホイール。フラッシュロックを越えて上流に進むボートを巻き上げるのに用いられた。イングランドに残る唯一のものと言われており、1999年に修復された。テムズ川のパドルライマーゼッキノースムア水門で使うために保管されているパドルフラッシュロックは席に小さな裂け目を作り、 それを素早く開けたり閉めたりするものである。イングランドのテムズ川では、裂け目にライマーと呼ばれる垂直な柱を立てて、これにパドルと呼ばれる裂け目を塞ぐ板を置いていた。裂け目が開けられると、水がどっと流れ出し、下る方向の船が水流によって引き出され、逆に登る方向の船は、人が引っ張ったりウィンチを使ったりして、流れに逆らって登った。船が通過すると、 裂け目はすぐに塞がれた。これは本流を作り出して、岸に乗り上げている船を離ガンさせるためにも使われ、その名前の由来となった。この仕組みは特に古代の中国でよく使われ、世界中の他の多くの地域でも見られた。しかしこの方法は危険で、多くの船が本流によって沈んでしまった。この方法では必然的に石の上流の水位の低下をもたらすために、 水流に頼っていた製粉業者にとっては不評であった。これは法的にも物理的にも川の流れを船の航行に使いたい側と製粉に使いたい側とで紛争を引き起こし水が不足すると河川航行は停止されることになった。中国やイングランドでは主としてこの紛争が原因で少ない水の消費で航行ができるパウンドロックが適用されることになった。 ありがとうございます。